パリに行くっていうドラマでプロジェクションマッピングみたいな、あんな感じなのかな、なんか壁に映し出す感じ、チームラボじゃん。あ、そうそうそう、なんかあんまりそっち系のチームラボのその絵、作品が美術館の作品、そう、作品絵とかの、こんな感じ。これが日本橋のどこかのビルにあるので、そこに今日行きたいと思います。ちょっと時間まで8時やねんけど、まだあと20分ぐらいあるので、スタバ、近くのスタバでのんびりしてます。イマーシブミュージアムっていうのは10月の29日までやってるので、よかったらこの動画でめっちゃいいって思ったら、よかったら見に来てください。バイバーイ、行ってきます。行ってきます。ビルに着きました。ここの4階です。今日はこんな感じでワンピース着てくるっていう風にリュウクが言ってたので、私もワンピース着きました。はい、はい、美術館コーデでございます。はい、この髪の毛がまたいいですね。めっちゃ美術館っぽい。どんな感じやねあのすごいエモい女っていう感じの、いい女っていう髪の毛してます。クリップはどこのですか？クリップはディーホリックで、なんか服買うときに、なんかついでに買っとこうって思って買いました。そうなんだ。服は？服もこれディーホリックですね。めっちゃ好きやん。そう、ディーホリック縛り今日。で、バッグがグッチ。そう。グッチで、靴はユニクロやな。めっちゃプチプラ。そう、めっちゃプチプラ。うん。で、これがスタバ。しっかりスタバの水滴が落ちた。綺麗にガラついてます。これも美術です。はい。はい、じゃあ今から美術館行きます。行ってきまーす。動いてくれるんや。はい。私もアートを描いてます。場所が場所やし、なんか出ちゃったみたい。ミュージアム見終わりました。パチ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 、すごい感動して、なんか音楽がすごい重低音を聞いてて、なんかすごいその雰囲気に、感じに、そう、空気感がすごかった。感動しました。はい、こんな感じで今からまあお腹そんなめっちゃ空いてないんですけど、こう展示会終わったんで今からご飯行きたいと思います。乗っていきます。
待ってくださいすごいこぼしてした時間を楽しみたいと思います。